熱中症対策に皆さんバナナがおすすめだってご存知でしょうか。今取り入れることで夏を元気に乗り切ることができるバナナの特集です。暑い日々が続いている中、熱中症対策をしている方も多いと思います。その対策に欠かせないのは水分、はい、さらには塩分の補給と言われていますよね。これは分かりますよ。そうですよね、はい、この水分と塩分を保持するために今注目されている果物があるんです。バナナに塩かけちゃっていいんですか。スイカじゃないの。塩バナナです。意外な組み合わせですよね、はい、夏こそ食べたい塩とバナナ、組み合わせた塩バナナ、その効果や食べ方をしっかりとお伝えしていきます。そして夏に嬉しい栄養素が豊富なバナナは冷凍するのも人気です。簡単に作れるひんやりスイーツレシピもご紹介します。夏こそバナナ大特集です。さあ、まずはお店でバナナをチェックしていきます。伺ったのは札幌市内に5店舗を展開する八尾丸。契約農家の野菜を直接買い取るなどしてお野菜や果物をお手頃な価格で販売しています。バナナはというと、この日は一般的なもの、そして糖度の高いものなど3種類取り扱っていました、はい、この夏のバナナの売れ行きっていかがですか。夏だからといって売れないわけでなく、一般的にもすごい売れていきますね。朝食に食べられる方が多いので、夏はヨーグルトに混ぜたりして、はい、よく買われている方は多いですね。バナナってよく食べられます。食べますよ。簡単に栄養が取れるような、元気が出るようなっていうのを聞いてますので、そうかなと思って食べてるんですけど、お腹もいっぱいになりますね。お母さん何すごい良かったですね。朝バナナはね、体にいいのよ。あ、そうだからね、持ってるスイカじゃない。福永さんにね、朝バナナ食べなさいって、あ、I love you ばっかり言ってないでね、朝バナナ食べなさいとのことです。あ、わかりました、はい、食べたいと思います、はい、バナナへの信頼がこれくらい絶大だということですよね、はい、一方、塩バナナについて聞いてみると、そうだ、うん、そうですよね。いや、でも年寄りだから塩分ほど高めになっても困るからね。あ、いえ、食べてみたことない、うん、スイカはね、よくお塩ちょっとかけて、お客様の方からお声はいただいてたんですけども、はい、ただ僕もやることはないので、はい、初めてっていう感じですね。一部では密かに話題になっているという塩とバナナの組み合わせ、考案されたのは実はお医者さんなんです、うん、介護老人保健施設の施設長も務めていらっしゃる福田立花先生、バンドマンやアスリートでもいらっしゃいます。まずは塩バナナとは何なのか伺ってみました。バナナに軽く塩を振ってそれを食べると、これが塩バナナです。これはですね、山を走るトレイルランのレース、こういったものを主催したりプロデュースしたりしてるんですけども、レース中にですね、汗をかいて脱水になっているランナーがいっぱい出るんですね。なんでそうなるかっていうと、汗で、ね、水が出ちゃう以外に、すごく大切なミネラルが失われちゃうんですね。その中で大事なのっていうのが、ナトリウム、カリウムがすごく大事でして、ナトリウムとカリウムが相互に作用することで、体の水分をしっかり維持する、保つっていう作業があるんでね。バナナっていうのは非常に優れてまして、バナナを食べていただけるとカリウムっていうのはたっぷり補給できる。水分を保持するミネラルのカリウム、さまざまな果物の中でもバナナが含むカリウムの量はご覧ください、群を抜いているんですよ。キウイがナンバーワンだと思ってました。バナナなんです。そこでバナナにはナトリウム、いわゆる塩分は全然ないですから、その部分は塩で補ってもらうと。ナトリウムとカリウムを同時にね、取ると体に水分が定着しやすいんですね。この時期熱中症予防、脱水予防には両方を取っていただけると。真夏の熱中症対策において塩とバナナの組み合わせはゴールデンコンビだったんです。さあ、その気になるバナナに塩を振りかけて食べる塩バナナ、とっても簡単にできます。先生おすすめの塩バナナをやっていきます。
まずはこのバナナの皮の剥き方にポイントがあります。 1.5 センチの幅だけ皮が剥けるようにすると。全部剥かないから、そうなんです。この細いラインでピーッと剥いていきます。はい、でこの身が出てきた部分にひとつまみの塩をパラパラパラっとかけていくということで、塩はこの程度にしましょう。もうこれで完成です。食べるときには全部皮を剥きますけれども、こうすることで塩のかけすぎを防ぐことができます。塩分取りすぎもまた問題ですからね。そしてコツがあります。ミネラルを取っていただきたいんで、いわゆるね、天然のお塩がありますよね。天然のお塩はそれ以外のミネラルも豊富なんで、やっぱりいろんなものがね、作用してくれるんで、そっちの方がいいと思いますし、美味しいです。あと本当に美味しいのかどうかですよね、塩バナナ。食べてみました。ありですね。塩バナナ美味しいです。美味しい。一瞬お塩の主張強いんですけれども、その後こう噛んでるうちにねっとりしたバナナの食感とちょっと塩のシャリシャリっていう食感と一緒に合わさっていって、これがなんかちょっと一段とバナナの甘みが強くなっているような感じがします。美味しくて、しかも塩バナナを食べるだけで熱中症予防にもつながるかもしれない。これは手軽にできていいと思います。塩バナナは塩分を取りすぎないように1日2分の1本から1本食べるのが目安です。そしてバナナに含まれるミネラルのマグネシウムは小むら返り予防にもいいということです。味わいもとってもさっぱりしてます。さあ、そんな塩バナナを使った新たなレシピが生まれたり、お店のメニューにも新しく登場したりしているんです。ではまずはお家でも作れる簡単なレシピからです。こちらは糖度の高い完熟王を中心に高品質のバナナを販売しているスミフルのホームページです。数あるバナナレシピの中でも最近人気が高まっているというのが塩バナナジュース。ジュースといえばミキサーを使うと思うんですけれども、それを使わずに人の手だけでできちゃうという、そんなジュースを作っていきます。使うのはこちらのジッパー付きの保存袋なんです。材料はバナナ1本と水、牛乳、そしてもう一つの主役お塩です。バナナはいつも通り皮を剥いて手でちぎり、保存袋に入れて口を閉じます。こんな感じになります。そして指で潰しながら滑らかなペースト状にしていきます。手で潰せるのでミキサーがいらないということです。これ楽ですね。はい。そしてここに牛乳、水、塩小さじ4分の1入れていきます。先ほど潰したバナナと合わさるように振ったり揉んだりしていきます。これでできるのがいいですね。真っ白な牛乳が少し黄色くバナナ色に染まってますね。よく混ざったら保存袋の角を小さく切り、氷を入れたグラスに注いで、お好みでレモンとミントを飾って完成です。いいわ、あのミキサー洗うの大変だからね。そうなんですよ、洗い物減るのが嬉しい。ミキサーを使わずにできるので後片付けも本当に楽ちんです。先に言っちゃった、ごめんなさい。ではこちらの塩バナナジュース、スタジオで飲んでみてください。ありがとうございます。はい、ますお二人、はい、届きます。飲んでみてください。いただきます。いただきます。でもちょっととろっとしてますね。うん、塩も入ってますから、ね、あの塩分かりますよ。分かりますね、うん、結構小さじ4分の1でもしっかりその、うん、お塩の感じ分かりますね。塩分感じますけど、やっぱりトマトじゃないですか。あの村雨さんが吹き出しそうになっちゃってる。バナナ、ね、栄養補給してください。もう、ね、バナナとトマトの区別もつかなくなってきて全く別物ですからね。バナナです、バナナが本当に甘いから、はい、まあ、塩振ってもね、やっぱり最後甘みが残ってきますね。そうですね、バナナですよ、バナナ。美味しいです。でこれこうバナナのな食感も残ってるので、またそれも楽しいですね。そうですよね、うん、なんか手で潰してるからこその美味しさっていうのもありますよね。やっぱりバナナです皆さん、ね、そうです。俺もう仕事なくなるわ。でもこれが熱中症対策にもつながるっていうのは簡単でいいですよね、うん、でこの塩バナナメニューはお店にも登場しているんです。伺ったのは札幌ステラプレイスの6階にあるカフェインゾーネテーブル。母体はインテリアメーカーということでおしゃれな空間が広がっていて、ここで食べられるのがお肉たっぷりのローストビーフボールなど今時のおしゃれな料理が充実しています。
さあ、こちらの塩バナナメニューとは？ゲランド塩を使った塩キャラメルスフレパンケーキです。キャラメリゼしたバナナが添えてあって、自家製の塩キャラメルソースととてもよく合います。ゲランドの塩って何回か耳にしたことあるんですけど、フランスのブルターニュ地方の伝統的なお塩で、ほのかな甘みや苦みも感じられます。プロの料理人の方にもファンが多いというゲランドの塩、これをキャラメルと混ぜてソースにし、焼き上がりに20分かかるというふわふわのパンケーキと、砂糖をまぶして焼いたキャラメリゼされたバナナにかけて出来上がり。まずはふわふわパンケーキからいただきました。食感がもうすごいです。噛まずとも口の中に入れた瞬間からもうシュワシュワシュワってもう溶けていって、ほんのり塩味が加わることによって結構さっぱりしたというか。あ、そうか、さっぱりするんだ。いただきます。そうなんです。そして気になる塩キャラメルソースとバナナの組み合わせ、これも美味しい。表面はパリッとしてるんですけど、何よりこの塩キャラメルのソースとバナナの甘みが最高に合います。まあ、インテリアもおしゃれですから、そんな空間でいただく塩バナナメニューも格別でした。さて、熱中症対策に優れたミネラルが豊富なバナナ、その他にも夏に嬉しい栄養素を多く含んでいます。夏場暑いとね、脱水だけじゃなくて食欲もなくなって元気もなくなっちゃうってことがありますので、バナナって、ね、非常にね、優秀な糖質ですぐ活動するエネルギーにもなりますので、今冷やしたバナナ、あと凍らせたバナナなんかもすごくいいと思います。そこで夏の栄養補給にぴったりな簡単冷凍バナナレシピをご紹介します。再び完熟王でおなじみスミフルのひんやりバナナスイーツレシピです。まず一つ目はキューブバナナアイス、材料はバナナ1本とレーズン、たったこれだけなんです。こちらもまずはジッパー付きの保存袋にバナナを入れて、先ほどの塩バナナジュースと同じように潰していきます。そこにレーズンを入れて全体を混ぜ合わせます。袋の端っこを三角形に切り落として、そこから絞り出すように製氷機に出していきます。一口サイズに生クリームを絞っている感覚になります。面白い。絞り出したらあとは冷凍庫で2時間冷やして固めたら出来上がりです。キューブバナナアイス、こうバナナを潰して冷やしているのでジェラートのような食感で、口の中でさっぱりととろけていくんですよね。もう本当に一口食べるだけでひんやり、夏にぴったりです。さあ、もう一品いきましょう。今度はひんやりとしたケーキです。材料はバナナ1本、市販のバニラアイス、そしてクッキーをご用意ください。バナナは皮を剥き、フォークなどで粗く潰しておきます。クッキーはこのように半分の大きさに割って、バニラアイスはレンジで加熱して少し柔らかくし、柔らかくなったバニラアイスにバナナとクッキーを加えて混ぜます。あとはラップを敷いたお好みの容器に入れて、うん、冷凍庫で冷やして固めるだけです。美味しいでしょう、これは間違いないですよ ね。もうすごいですよ、カッチカチに凍ってます。あとはお好みの大きさに切って皿に盛り付け、ミントを飾ったら出来上がりです。さあ、このバナナを凍らせたバナナアイスケーキ、こちらもスタジオで召し上がっていただきましょう。いいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。まあね、明日から本当に暑くなるんでね。そうですね、まだ夏は終わってませんからね。いただきます。あ、クッキーがしっとりしてて。そうなんです。うわ、おいしい。でもその中でもバナナの甘さがってきちんと引き立ってますね。うん、そうなんです。バニラアイスに負けることがなく、しっかり主役はバナナですよね。香りもとってもいいです。これいいっすね。美味しいです。そしてクッキーもちょっとスポンジのような感じになっていて、より、はい、ケーキ感が増してますよね。なんかこれ販売してもいいんじゃないかって気がしますね。それカットしたら本格的なケーキのような見た目になりますしね。バナナの幅が広がりますよね、いろいろ見ていると。いかがでしたか。なんか水分補給とついスイカを思い浮かべるんですけど、バナナもいけますね。そうなんです、はい、しかもそれを塩と一緒に摂るとより組み合わせとしてはいいっていうことですね。はい、
私もあの VTR の中で叱られましたけど、皆さん I love you ばっかり言ってないでバナナを食べましょうってこと。愛も大事です。バナナの特集をお送りしました、はい。